せーの、こんにちは、ひまひまです。そしてはい、ひまひまママです。二人合わせてひまママです。はいはいはい、というわけで今日は何をするですかね。今日はですね、絵文字で買い物をしたいと思っております。細かく言いますと、はい、絵文字だけで買ってほしいものを相手に伝えて、それを買ってこられるかというものをしていきたいと思います。えっちゃんがやってて、ちょっとやってみたくなったので、今日はファミマに行って買っていきましょう。わかりました。というわけで早速やっていきましょう。レッツゴー。説明するんですけど、はい、ルール対決ではないんですけど、うん、まずお互い3つずつ欲しいものを絵文字だけで、うん、LINE で絵文字だけで伝えます。その伝える方も大事ですし、買ってくる方も大事なので、うん、ちょっとそこは試されますね。思考力と表現力がとても不安。例えばチョコレートのアイスだったら、うん、チョコとソフトクリームの絵文字をまあ、好きなものを想像しながら絵文字にしていこうっていうことですね。はい、はい、そうです。やっていきましょう。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、それではですね、いろいろ考えて決まりました。で、今、ママは2個選びまして、パパがもう1つ、まあ、こちらで選んでおります。さて、これを、はい、じゃあ LINE でね、はい、はい、送ってください。送りたいと思います。じゃあまず1つ目送ります。もう一つ送ります。で、パパはこちらです。はい、はい、これで3つ、はい、無事に買い物をしてくれることをお待ちしてます。はい、ということで今10分くらい待ってたんですけど、ママから LINE が来ました。なので見てみますね。じゃん。ちなみに3つ目はパパなんでね。わかりました。え、なんて、何これ、意味わかんない。え、さつまいもとポテトと服。あ、これは多分わかる。そのさつまいものスナック菓子なんじゃないかなと思いますね。で、次何これ、ソフトクリーム、ん、富士山これ。あ、わかった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 。黒、黒とピンクがわかんないし、でもなんかあえて黒なのかなっていうの。だってさ、さすがになんで黒の意味あるのかなって思いますね。だからなんか富士山みたいな山のマークがあるっていうことは、ちょっとシャーベット系なんじゃないかなと思います。これわかんないよ。次パパ、あ、これはねわかるよ。これはねわかります。簡単、めっちゃ。ってことで買いに行ってきます。バイバイ。来ました。そんなにないんじゃない。え、ちょっと難しいなちょっと待って、独り言を喋ってる変な人だと思われそうですね。本当に分かんない。あのアイスのやつがあったんですけど、本当に分からない。でも一切分からないです。え、どうしようってぐらい分かんないので、ちょっと考えます。はい、というわけで帰ってきました。なんか思ったよりなかったです。なかったっていうか、まず1つ目のやつがなくてっていう感じでした。2個目がマジで分からなかった。本当に考えて考えて考えすぎた結果になったと思います。じゃあ次はひまがママに頼みたいものをやっていきたいと思います。いや、マジで分かんなかった。うわー、ちょっと待って、めっちゃ、ちょっと待って、これ難しいなあー、分かった。じゃあ、はい、送りました。結構、自分的には一番初めに送ったのが難問かなと思います。ちょっと難しいかな。じゃあママさんに買ってきてもらいましょう。その前にママの反応を見てみましょう。はい、ということで見てもらいましょう。はい、じゃあ見てみますね。見ました？まあ見てないですよ。これですね。じゃん。え、わかるでしょ。商品とかを見ればわかる気がする。わかるものもある。不安。でもよく行ってきます。はい、行ってきます。分かった気がする。イカの
なんか丸になっててビールイエイって書いてあったので多分これなんじゃないかなと思って、でも見てください、これはねイエイってしてると思うの、でもこっちはねピースをしてるんですよ、だから私はこっちを買いたいと思います。ひらめいちゃったかもしれない、私全問正解しちゃうかもしれないぐらいひらめいちゃいました。あとは買ってお家に帰ります。はい、というわけで、はい、帰ってきました。どうでしたか？結構長かったですね、ママさん。あのね、私動画に映ってるかどうかがちょっと定かじゃないんですけれども、うん、見てる時にちょっと分からなかったの、うん、それが向こうでずーっと見てたらひらめいちゃったんですよ。もうね、完璧かもしれない。あー、本当に。どうしよう、どっちから出しますか。じゃあ1問目の絵文字のところでせーのでやってみる、うん、OK、はい、あれですね、ママ、はい、お芋の写真と、はい、ポテトとなんかわかんないけど、そうですね、じゃあそちらからいきますか。はい、はいはい、どうぞ。まだ映って、はい、じゃん。あのですね、実はこれ買いたかったことがなかったんです。ちょっと違う、なんか音が違う気がする。まあいいや、せーの、見ていい、うん、せーの、パカーン、これです。いや違う、あの買いたかったものはそのさつまいものチップスが欲しかった。ブブー、なに、それ以外何があるの。あったじゃないのよ、スティック状になってさつまいもって書いてある。いや、さつまいもなかったよ。あのさ、ジュースのさ、うん、パックいっぱい売ってるとこあんじゃん、そこのとこに、うん、ママこれ食べてみたいなって欲しいもんみたいな感じの、あらららら ら, 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 ら、欲しいガキがあったから。そう、あー、そこは見てなかったかも。芋でした、あれはまさに。あ、なんでじゃポテトの絵とかだったの。それはちょっと長細いこう形をイメージします。で、袋にこういうちっちゃな袋に入ってるという、スナックらしかと思ったんですけどまあまあまあ、はいはいはい、まだ1問です。実は超食べたかったのに。じゃあ次、はい、はい、ママさんお願いします。はい、ひまひまさんはですね、丸にポップコーンみたいなのにポテトがあったんですよ、うん、でね、最初ね、あの唐揚げくんとか見に行ったんですよ。でもちょっと違うなと思って、私は選びました。いきますよ、せーの、これです。いい、いいよ、ピコン。そう、これ、イエーイ。ね、ほんとひらめいちゃったの。やっぱ輪っかで、はい、じゃあ次、次、これがね、一番わかんないのよ。はい、ほんとに謎で、この何、黒のハートとこのピンとみたいな、やっぱ絶対当たってないんですよ、これ。一応ね、いや、マジでわかんなかったからね、うん、じゃん、よろしいですか。す、見ていいですか。はい、いい、せーの、バン。あらららららら、だってさ、ちょっとキリキリ、だってさ、キリ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 、あの、ね、キリ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 、あ、いや、じゃあまず聞こう、うん、あの、まずソフトクリームがあったじゃないですか、うん、で、富士山があったから氷系なのかなと思って、うん、で、やっぱそっち、そこでそう言っちゃった、スッキリ系なのかなと思いまして、で、黒のハートとかマジで意味わかんないと思って、ね、めっちゃ見たんですよ、こうやってアイスのずっと見た、ずっと見たの、うんうん、なかったから、この黒いね、パッケージのやつでしょ。妥協しちゃったんだ。パイナップルという絵は一つもなかったのに。まあ、ね、ちなみにこちらの正解はですね、はい、まあ、アイスはアイスですよ、うん、で、二つ目の富士山、これはまず形を思い浮かべてください。富士山の形、うん、アイス、富士山の形、ピノで、黒いハート型もたまに入っていて、うん、刺して食べるピンク、ね、ピノと迷ったなななな、ピノにしとけば、とりあえずピノ買っとくか的な感じで買おうと思ったんだけど、なんでピノって思ったの、これで。いや違う、なんか三角の形がどうしても三角に見えなかったの。マジか、そっちか。次いきます。ママはですね、タコに、タコ、これ、まあ、タコかイカかと思ったんですけど、これイカだよ。あ、イカイカイカ、まあイカね、イカイカって。そしたらその後になんかまあね、まあ、葉っぱみたいなのが来たんで、その後にね、ビールイエイって来たんですよ。ビールイエイって、ってことはおつまみ系かなと思って、最初に見たやつがね、フライ系を見たのね、うん、そしたらね、ちょっとこう斜め下の方見ていくとね、まるっきり似たようなね、イエイってやってるね、子がいたんですよ。ビールを持った、さて見せたいと思います。せーの、いいですか、目つぶってくださいね、せーの、どうぞ。え、だって見て、
ここでさ、ビール持ってさ、イエイってやってるわけよ。でね、こっちの子もいたんですよ、横に。でもこの子はね、ピースしてたのね。だから、私はこの子だと思ったんですよ。まあ、これでも半分当たりじゃない？え、じゃあこの斜め上にあったイカフライみたいなやつ？違う、あのさ、こう、お菓子コーナーがあるじゃん、うん、後ろ向くじゃん。向くよ。そうすると、あるんです、これパッケージ見せてよっか。私ね、どうしよう、これガンガン。こちらです。当たり前。あ、似てる絵が。これなんです、今欲しかったやつ。まあでもまあ、あ、でもでもでも、最後あ、はい、半分当たりです。父の日のためにやってあげたんだと思ったの。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でもおつまみっていう意味は合ってます。惜しいね。そうで、最後、はい、最後は面白いこれ。簡単だったね。せーの、じゃーん。どうぞ。いいですか。はい、せーの。はい、正解です。モンスター。すぐ分かった。これは分かりましたね。はい、じゃあ私最後に行かせていただきます。最後はですね、アイスの形があったんですよ、はい、にそこにチョコにこうミントがあったので、うん、最初ね、抹茶かなと思ったの、お茶、うん、でもお茶はない。チョコ、ミント、でもね、カップがなかったんですよ。探したんですけど、でも見ていきたいと思います。もう私はこれに最後かけました。じゃじゃーん。いい？はい、どうぞ。じゃん、それです。いや、イエーイ、イエーイ。チェリオの、この食べてみたかったのミントチョコ。うわ、もう最高でした。もう私は本当はこれじゃなかったんだけど、まあ、パパが全部ね、食べるかもしれないですから、後で食べます。はい、はい、というわけで、はい、どうでした。ヒワは1個正解で、ママはまあ3つぐらい正解しましたね、はい、ありがとうございます。すごい、ちょっとこれ楽しいので、ぜひ皆さんも、うん、友達とか家族とやってみてください。そう、なんかね、わからないままコンビニに行った時にひらめいちゃった時の瞬間、うん、めっちゃ楽しかった、本当に。本当、ぜひやってみた方がいいと思います、はい、本当に。ぜひ、はい、まあ、スーパーとかだと範囲が広すぎるので、ね、コンビニぐらいがちょっと良かったかなと思います、うん、というわけで、今回はこんな感じで終わりたいと思います、はい、では、次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。食べましょう、食べましょう。